どうも、吉本プラモデル部ナウシカタクラブリザードです。はい、前回ですね、僕このこちらのね、ガンダム、HG のガンダムを作りまして、ガンダム爆焼きっていうのを作ったんですけど、今日はですね、このね、余ったこのランナーを使ってちょっとね、あることをしたいと思うんですよ。そのこれとガンダム爆焼きを使ってね、ちょっとあることをやりたいので、はい、それではね、そのランナーを使って何をやるかと言いますと、前回作りました僕のね、このオリジナルモビルスーツガンダム爆焼き、こいつを使ってですね、ある遊びをしたいと思います。はい、ということでランナーで作ったのはこちらです。じゃん。はい、これ何かわかりますか。で、このね、爆焼きを使うんですけど、なんだと思います。これはですね、電撃イライラ棒ですね。知ってますかね、懐かしい電撃イライラ棒。このビームサーベルを使う、こいつをこうやって持って、ここでね、こうやって挑戦したいと思います。はい、それではいきますね。スタートがここで、ゴールがこの青いとこですね。いきますよ、レッツスタート、チャレンジ。さあ、今スタートしました。おお、意外にむずい。あ、でもこのね、ビームサーベルが細いから結構いけるっちゃいけますね。わわわ、怖い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 。え、ちょっと待って、揺れないで。いいよ、これがね、ちょっとね、揺れるんすよ。いける？あ、ここむずい。うわ、ここ細いよ。お、はい、ゴール。すごい、いいですね。じゃあちょっとね、今ゆっくりやったんでタイム制にしましょう。1分以内にします。いきますよ、よーい、スタート。すいません、スタートした。あ、当たってしまいました。くそ、もう一回チャレンジいきます。1分。くそ、むずい。よーい、スタート。さあ、スタート。来ました。これね、時間との戦いですけど、やっぱ慎重にね、時間を気にしないで行った方がいいですね。怖い怖い怖い、うわ怖い、うわここむずい。なんかさっきよりも傾いてきてますね。ここはね、結構この縦だからいけるんですよ。これがね、なかなか。と、ラスト、ゴール。さあ、時間は、お、さすが14秒残しでした。やったぜ、クリア。はい、ということでね、あのランナーで電撃イライラ棒をね、ちょっとやって、これでやってみたんですけどね、どうですか。僕めちゃくちゃ楽しかったですね、これ。ランナー捨てずに、他にもまだこういうのとかあったんですけど、いろいろこういうね、使えるんで、こういうところほら練習できるんで、ここもこうやって、こうやってね、うん、だからもうその全部のプラモでランナーって形違うと思うんですよ、切り取った後。だからいろんなコースが作れるんで、めちゃくちゃ楽しいと思います。これはぜひ皆さんもね、自分のこのモビルスーツ作って、でこれ持たせて、これでやってみてくださいね。ということで、以上、吉本プラモデル部直吉カタクラブリザードでした。爆焼き、爆焼き。